FM ゴッドテンバーハイドライバーズラジオ。皆さんこんばんは。ハイドライバーズ上白暁役の伊勢ゆりです。釈迦堂雷雨役柴田愛です。この番組はユーザー参加型プロジェクトハイドライバーズの世界観を安全第一指差し確認、皆さんの心にフルスロットルでドリフトしていくマインドカーレースラジオです。さあ今夜もやっていきますよ。ハイドラファステストワンクエン、はい、行きましょう。はい、行きましょう。こちらはサポーターネームマシモさんからです。ありがとうございます。はい、ハイドライバーズのキャラクターの中で一番友達にしたいキャラクターは誰ですか。せーの、マントくん、キョウくん。一緒じゃなかった。どっちも新デスティニー。そうですね。なるほどなるほど。何ですか？うん、僕はですね、はい、もうなんかあの何、うん、ドラマからなんだけど、はい、うざがらみ感、はい、あれがなんだろうな、一人くらいいるのが一番なんだかんだ楽しいんですよ。ああ、そう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 。だから欲しいかな。うん、一周回って一周回って欲しい。もういいからいいからって言える人が欲しい。あ、うん、仲良くなれそうだね。そう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 、うん、一番仲良くなれそうなんだかね。俺はね、マント君なんですけども、うん、攻略したい。攻略したい。ほら、静かな方じゃないですか。で、一番まともじゃないかなって俺も思ってて、で、マント君がなんか仲良くなっていった時にこう自分にしか見せないその口調とか聞きたい。あー、なるほどね。なんか普段はね控えめだけど、うん、なんかえ、ここ行こうよみたいな、自主的にマント君が自分から自分から引っ張ってくれる瞬間を見たら多分あって、すげー、これはもう親密度マックスに違いないと思えるわけですよ。なるほどね。ちょっとそんな彼の一面が見てみたいな。開かずの城をどんどん探索して、あとね、何よりマント君からはね、いい人感オーラがねすごく溢れてる。あだって少女漫画描いてるんですよ。そうだね。これ禁止情報でした。え、今のカットでお願いいたします。はい、ということで。はい、ではでは今日はこんなところということで、はい、あのね、一問一答というかすぐ答えるのに最適な質問だったなって。いやー、これちょっと瞬発力が必要になってきますね。うん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 、そうだね。だから今回はなんかそのハイドラのキャラの話だったけどさ、うん、どんな質問でね、どこかどんなベクトルでそうだ、ね、ジャンプ食らうか分かんないから、うん、ちょっとこんな感じ楽しんでいきましょう。最初のコーナー、まあ、いろんなジャンルの質問あって全然構いませんので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、それでは今夜も演じ吹かしていきましょう。 FM ゴッドテンバーハイドライバーズラジオ、ゲットセットゴー。土曜の夜はフルスロットル、 FM ゴッドテンバーハイドライバーズラジオ。改めましてこんばんは、伊勢ゆりです。柴田愛番です。まずはこちらでアイドリングガレージトーク。サポーターの皆さんにお寄せいただいた普通オタを紹介していきます。はい、僕から紹介します。い、はい、こちら1通目、サポーターネームゆずかさんからです。ありがとうございます。伊勢さん、柴田さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。 Thank you。Thank you。 4月に入り新年度が始まりましたね。確かに。高校生の頃クラス替えで仲がいい子と離れるのが嫌でドキドキしていたのを思い出します。あー、わかる、わかる。さて、伊勢さんと柴田さんがもし今の状態で高校時代に戻れるなら一体何をしたいですか？また暁くんや雷雨くんと同じ高校に通えるなら一緒にやりたいことなどありますか？私は高校時代に戻って球技大会に参加したいです。ぜひお二人の妄想も聞かせてください。放送を楽しみにしております、ということで。ありがとうございます。高校時代に戻って何がしたいかですか？何がしたいか。そうだな、高校でしょ、あれしたいな。そうだね。昼休みに結構、はい、お弁当とかそのいろいろ食べた後にだいたいその次の授業まで教室にいたんだよ、うん、なんだけど結構なんかなかなか行かなかったんだけど体育館を昼休みに開放してたりとかして、そこで普通にボールで普通に遊んで全然 OK だったから、それはあんまりやんなかったからやりたいかな。バスケとかね、活発な昼休みしたいかも。いいね、うん、俺なんだろうな、高校時代に戻れるなら記憶を持ったまま、声優だけはやめとけ。それを広げるの。な、一回その大学行って就職するルートの自分が見たい。ああ、
気になるじゃない。なんか今日の愛晩ね、ゲームチックだね、ストーリー性あるね。え、いつもでしょ。なんかそのいろんなルートを踏んでみたいな。何事もさ、やってみないとわからないじゃない、うんうん、だから声優もやってみないと楽しさもわからないし、出会えないし、ユーリとも出会うこともなかったけど、うん、こう大学行って大学生として就職活動っていうのも経験した上で、就職した自分が今頃どうなってるかも気にならない、うん、あならない。確かに。だって体は一つしかないし、人生は今持ってるこの残機一個だし、うん、残機一個だね。確かに、かける1しかいないからね。パラレルワールドは存在しても、うん、それが見れるわけじゃないじゃない、うんうんうん、ね、秘密道具的な何かがないと。それはちょっと気になるなぁと思う、ね、そうだね。確かになんか自分だとなんか想像できなさすぎるのよ、うん、普通のね、今考えれば普通の会社に勤務するっていうのはできなさすぎるから、うん、そのなんか決められた、あらかじめ決められたルートとして社会人、なんか普通の企業に就職するって上がっていくっていうのは知りたいかもしれない、うん、なんか確定申告をしない未来なんか高校の時って一番そのなんだろう、人生の大きな分かれ道じゃないけどさ、うんうんうん、なんか就職もできるし大学も行けるし、うん、ね、なんかいろんなことできる時期じゃない、うんうんうん、なんか程よくなんだろう、成熟した感じっていうか、そうだね、なんかこの大人でもない子供でもないの一番極めてる、頭がほら中学経験して高校行ってみたいな、うん、なんか一番大事な時期って高校だと思ってるんだよね、うんうんうん、なんか、うんうんうん、なんかそれに戻るってなったらなんかやりたいことが逆にいっぱいありすぎて、そうだね、逆に決められないかも。確かに確かに、振り返るだけ懐かしいもんな、いろいろね。さあ、暁とかライユと同じ学校に通うならどんな感じにしますか。同じ高校に通えるならなんかありますか。僕はもう一択です。お、ライユくんと一緒に文化祭のお化け屋敷に入って彼の反応が見たい。おー、なるほどね。確かに苦手なものはお化け屋敷ですよね。うんうんうん、うん、そうですよ。チャリ投稿したいのかと思ったりして、あー、まあ、ママチャリ競争もしたいんだけど投稿中、どのメーカーの補助輪がいいかみたいなね補助輪どのサドルがっつって、いや、誰だ俺のサドルですんだやつとか言ってそうだけど帰り道とかでね、うんうんうん、あのなんかお化け屋敷とかあるじゃない、うん、文化祭のそれの反応絶対面白いなと思って、もうロッカーから飛び出してくるやつ絶対いるから。あなるほどね。なんか暁ともし行ったら暁の方にめっちゃ抱きついてたいやー、誰だお前ってなりそうだな、なんかこじらせそうだ関係こじらせそうだな。そうだね、うん、ユーリは誰といい。まあ暁もなんかね、勝手な妄想だけど、うん、なかなかやっぱね、一人で机に座って寡黙に、ゲームでやってる作業集会、ね、昼休みとかもなんならもう、ね、購買のパンを食べながらゲームしてそう。そう、作業集会するくらいにもう何でも極めてそうだから、飯よりも集会だよね。そうダンジョン集会みたいな、めっちゃ効率を極めてそうだから、うん、確かに。そのなんかでもなんか人に教えるのもなんか暁だと普段だとなんかいろいろ面倒くさがる感じがするんだけど、うん、1個なんかね、いろいろ効率とか気にするから自分一人でやりたいタイプだと思うんだけど、うん、1個だから同じゲームとかで彼のなんだろう、解説欲をかきたてる1個すごい質問をどっかでなんか投げかけて、めちゃめちゃそのゲームトークをしたい。あー、このゲームのズバリコツはみたいな。そう、暁のあの効率なんか投げ捨ててもう饒舌になるくらいのなんか一個鍵になる質問を探して、うん、もし優里が暁と同じ高校に通ってるとしたら、うん、そのゲームの話でこうなんか仲良くなってだんだん心開いて、なんか無口だった暁も今のはいいアシストだったよって最後にさり際になんか、あー、かっこいい、言われたくない、言われたくない、なんかそういうの、いい、めっちゃいい一番嬉しいね、そういうの。めっちゃいいわ。で、仲良くなって卒業した後に教習所行ってどっちが先に免許取れるかの勝負、うん、めちゃめちゃいいな、決まったわ。もうでもずるいよね、あの記憶保持したまま高校時代に戻ってるとしたらもう免許の取り方も知ってるわけ。あかつき、まだまだそんなの違う違う。いや、いいな、めちゃめちゃ、いや、いいですね。まあね、他のね、あのキャラクターとももし同じだったらっていうのも考えたくなりますけれどもね、うん、今回無限に語れるわこれ。あかつきとライト考えてみましたよ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて2通目いきたいと思います。こちらサポーターネーム燻製卵さんよりいただきました、ありがとうございます。伊勢さん、柴田さん、こんばんは。こんばんは。私はスマホのアラームを目覚ましにしていて、うん、最近はアラーム音をハイドライバーズに設定しています。前代曲で
ですね、どちらかというと私は寝起きがいい方なので1回目の Hey! あたりで目覚めてしまうのですが曲をもう少し聞きたいのでついてこれるもんならついてこいよ Are you ready? まで聞いてからアラームを止めるようにしています。結構最初あるけどね。私の一日は赤月くんに煽られて始まっています、お二人は朝起きるときはスマホのアラーム派ですか、それとも目覚まし時計派ですか。また、ハイドライバーズのキャラクターの中で寝起きが良さそうな人、悪そうな人は誰だと思いますか。個人的にはゆうひさんは目覚ましよりも先に起きてそうだなと思いました。ということでありがとうございます。ありがとうございます。まずうちのねその全体曲をねアラームにしてるっていうのが面白いね。ありがとうございます。エンジン音でね始まりカカ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 カドゥン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 ヘイ止めるってことでしょ。早くないイントロドンみたいな感じじゃん。すごいね。早押しね。しかもねあのもう少し聞きたいから、うん、わざと暁に煽られるまで待ってるっていう、うん、面白いですね。どっち派？アラーム派？僕はスマホですね。スマホ、やっぱスマホだな。そうだよね。俺ももう目覚まし時計、うん、アラームの設定の仕方わかんないよ。目覚まし時計のね。あるよ、あるよ、あるんだけど、うんうんうん、設定の仕方は分かんない。だからもうスマホかな俺も。なるほどね、うん、さあそしてハイドライバーズのキャラクターの中で寝起きが良さそう悪そうな人、うん、寝起きが良さそう悪そうだ、どう誰だろう。良さそうなのやっぱ結衣さんでしょ。うん、あーでも意外と、いや霞やばくない、絶対寝起きやばくない。なんかあ今起きるとか言ってこう起きない。いや、ああそのパターンもあるか。もうなんか覚醒した瞬間になんか多分トバリさんのボイスが入った目覚ましにすればトバリー、無理だ無理だ無理だ、トバリー無理だ無理だ無理だ、もうねベッドから起き上がる。そうだね、意識は眠ったまま海岸と同時に腕振り回してきそうだよ ね、 やばい。暴走しそうだ、掃除機取り出してね構えれば。悪そうな人は俺はね、あ、でも違う、俺今悪そうな人言った。あ、悪そうな人言った。そう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 、良さそうな人は、良さそうな人はね個人的には俺満足よ。あーそうだね、ほらやっぱ、うん、漫画家さん、あ漫画家さん漫画家さんはほら時間とか締め切りとかがありますから。確かに確かに、なんか締め切りとかね、なんかあの何先生にさついてるさ、あの、うん、制作の会社のさ、あの、せかす担当の人、担当の人いるじゃん、編集さんとかね、そう担当の人からなんかせかされる間もなくちゃんと出してそうだよね。いやもうなんなら足跡でもう起きるんじゃない。あ来たやばい、うん、そうだね確かに、やばい、なんか新デスティニー全員寝起き良さそうなんだよな。あ意外とね、リン君もさ秘密抱えてるけどさ、うん、なんかすぐ仕事モードになりそうだよね。あうんとかいろいろ、あジャンガリアンは割とねみんな悪そう、あ個人的にずっと寝てそうだね。だってね毎日ねえ、だってほら誠さんはもうねあの首板でああとか言ってなんだよまだ13時じゃねえかよ、まだ13時毎晩の起きる時間じゃないんだまあでも晴れの日は早く起きるかもね。あそうだね、で精霊の調子がいい日はね、いろいろ事情抱えてんな、やっぱクセモノ多いんだよな。いやまた面白いっすよ。いやいや、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、特にハイドラのキャラクターについてね僕らの、まあ、あくまで妄想だけど、ね、ちょっと多めに語ってみました。そうですね、うん、はい、ということでメールを送ってくれたサポーターの皆さんありがとうございました。ハイドライバーズラジオまだまだ続きます。FM ゴッドテンバーハイドライバーズラジオ、続いてはこちらアンダーオーバーステアリングキープガン。サポーターの皆さんから結論を出せずにいる悩み事を大募集、僕らが親身になってアンダーかオーバーか、切るべき人生のステアリングを決断していきます。はい、今月から腹筋とプランクに余念がないはずの2人、目指すなら筋肉隆々パワー系オア、脱いだらすごいんです細マッチョ系どっち、せーのいきますか。ちゃんと覚えてやがったいきますか、せーの、脱いだらすごいんです筋肉隆々パワー系、あやっぱり脱いだらすごいんですなんて、この俺がどかしてやるぜ蹴散らしてやるぜ
筋肉隆々。そのうち戸張さんみたいな感じになってる。パワー系。そのうち胸元のボタン開けがちになるんだよ。もうだんだんパーカーじゃなくなっていくかもしれないな。筋肉隆々って言葉をまず初めて聞いたんだよな。すごいパワー。どうですか、腹筋とプランク、やってますか。やってますよもちろん。本当ですか。もちろんあって。じゃあ具体的には何時に、大体何時頃に何回ぐらいやるんですか。いや、そうだな、まあ、大体29時くらいに、まあ、なんか、100秒くらい。はいはいはい。僕もやってますよ。やってるんですか。ベッドに仰向けになるバージョンのプランクをね、大体9時間、8時間ぐらいやってます。お前がやるの腹筋って言ってただろ。寝てます。だって、その姿勢のままいるんでしょ。じゃあやってるよ。はい、ということでそんな感じです。はい、それでは一人目のサポーターさんお願いします。こちらはサポーターネームくるのさんの悩み事です。はい、伊勢さん、柴田さん、こんばんは。こんばんは。私がお二人に判断していただきたいのはコンタクトを作るかどうかです。はい、私は小学生の頃から視力が悪く、大人になった今でもずっとメガネをつけています。うん、成人式をきっかけにコンタクトへ変えようとした時があったのですが、眼科へ行った時に目に傷があるということで結局作れず、うん、そこからなーなーになってしまい、もういっそのこと作らなくてもいいかなと思ってしまい、今に至ります。うん、そこでお二人にこのなーなーな気持ちに踏ん切りをつけるために、メガネのままで行くか、思い切ってコンタクトにするかを決めていただきたいです。うん、またお二人のメガネ事情をお聞きしたいです、ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コンタクトを作るか、メガネを。なるほど。そうかそうか。でもずっと小学生の時からね、大人になった今でもメガネをつけていると。まあでもちょっとね、なんか傷があるっていう、まあどれだけのものかは僕らはわからないけど、そんなことあるんだね。アドバンテージ作れないんだ。てかコンタクトっていうのは誰でも使えるもんじゃない。誰でも使える。どうなんだろう。一回何使えるかどうか検診が入るの。うん、それはない。なんかつけるなんかあれとかはやらなかったかな。うん、作るって初めて知ったんだけどね。あ、そうそうそう。だちゃんと、うん、最初は眼科に行って視力測って、それをその、うん、コンタクト作ってるお店にちゃんと持っていかないと作れない。ああ、そうなんだ。そう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 。じゃあ一回メリットデメリット整理しますか。そうしますか。メガネだったら今まで通り。うん、そうだね。で、ゆりから見たら。あ、そうだ。僕実際にコンタクト使ってますけど、一時期メガネだった時はあって、そこからコンタクトに変えたけど、はい、なんだろう。長くメガネをかけてればかけてるほど、うん、コンタクトに変えた時にこの枠がなくなった感じ。ちゃんと見えてるのに、うん、視力はコンタクトで補正されてるのに。メガネの枠がないってだけで結構世界の見え方が違う。ああ、見やすい。そう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 。例えば映画とかテレビとかも見やすいって感じる。そう、なんかなんだろうな、普通になんか生活してる世界がこの枠がある世界よりも僕は個人的にない方がなんか開かれてる感じがして好きかなっていうのはある。これはなんかデメリットよりメリットかもしれない。コンタクトのデメリットは？コンタクトのデメリットは外し忘れ、ズボラな人はちゃんと何、僕ズボラなんてよくやりがちなんですけど、寝る前まで外さないとか、危ないね。たまに寝る時にそう、コンタクトだと自然すぎてつけた心地が、物にも忘れるよね。そう、めっちゃいいもの、自分と相性がいいコンタクトに合うとそれが当たり前になっちゃって、うん、たまに取るのを忘れちゃうことがあるから、それは危ない。怖い。うん、なるほどなるほど。あるかなっていう感じですかね。はい、じゃあ早速どっちかっていうことで議論していきますか。はい、アンダーをメガネのまま、うん、オーバーをコンタクトにするとして考えを発表していきたいと思います。はい、それではステアリング、 Here we go。 せーの、オンダーステアー。やはりそういう運命。俺たちはそういう運命らしい。先にどうぞ。やっぱなんだろうな。だって
伊勢が、アンダーメガネのまま。はい。で、柴田がオーバーコンタクトにするです。うん、なぜそう思ったんでしょうか、うん、メガネのままでもいいんじゃないかな。なんか僕としては結構珍しい意見だと思うんですけど。本当。そう、なんか。コンタクトユーザーなのに。そうだね。なんか、まあ、人それぞれっていうのがあるのと、うん、ここまでその、なんだろうな、自分のその何イメージを変えたいとか印象を変えたいっていうくらいの、うん、衝撃が欲しかったらやってもいいと思うんだけど、メガネでここまで問題なくやれてきてるなら全然このままでもいいと思うし、ちょっと目にねリスクがあるから、うん、そう、クルノさんはだったら別にそんなになんか大丈夫かな。なるほど。メガネも十分素敵だと思うし、はい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 。で、私はコンタクトなんですけども、うん、やっぱね、メガネって、ファッションで言ったら唯一、顔の印象を変えられるアイテムなんですよ。うんうん、まあ、それがあるかないかでもまた印象変わるんだけど、うん、今までずっとメガネだったんで、ちょっと変えてみるのもありなんじゃないかなという意見ですかね。あ、だから要はそれだよね。印象みたいなね。印象っていう意味でも、うん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 。一回やってみたらいいんじゃないかな。うんうんうん、まあ、確かにそういつでもやめられるっていうのがあるし、メガネもやめたからコンタクトにしたからって捨てるものじゃないかな、うん、あとなんか最近ほら聞くじゃない、手術でなんか水晶体みたいなの埋めて、あ、あるね、埋め込んでなんかもうコンタクト必要ないよみたいな、うんうん、ICL か ICL、うんうん、聞いたことあるね、うんうんうん、これもいいんじゃないかなとか思ってて、まだもうそういう意味でもコンタクトで一回慣れてみるっていうか、一回、まあ、慣れなくてもやってみるとか、ね、そうやってみるっていうか、うんうんうん、決めたらいいんじゃないかなとは僕は思います。なるほどね、はい、まあ、確かに結構このなんだろう、合わなければやめれるっていうのは確かにあるわ。メガネにはいつでも戻れるからさ。そうそうそうだね、うん、コンタクトでほら1日だけのやつとかあるじゃない、うんうんうん、そういうのをまず使ってみるのもありなんじゃないかなって。確かに、そうそうだね、ハードとソフトでなかなか違うから、僕はソフトで1日のワンデーのやつなんですけど。あ、そうなんだね、うん、もうつけた1日の出つけたらもう外すみたいな、まあ忘れないように、そう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 、忘れないようにだけ、そう、逆に新しい感覚になって新鮮になってこう忘れたままで、うんうん、ね、そのまま寝ちゃうっていうのは危ない、うん、危ないので。そうだね、それだけ気をつけてください。はい、じゃあもう決まりました、はい、決まりました。はい、いいんですか。どうぞ。うん、いいと思う。はい、それでは、クルノさん、自信を持ってオーバーステア、つまりコンタクトにするにハンドル切ってください。はい、感覚をちょっと一回試してほしい、うん、ちょっと、感想をお待ちしておりますどう世界が変わるのか、ね、はい、じゃあ2つ目いきます。はい、こちらサポーターネーム燻製卵さんからです。ありがとうございます。伊勢さん、柴田さん、こんばんは。こんばんは。近々美味しいお肉を食べに行く予定があるのですが、一つ悩んでいることがあります。そのお店ではメインのお肉料理を選ぶことができるのですが、はい、どのメニューにするか決められずにいます。今のところは牛鍋かしゃぶしゃぶで迷っているのですが、メニューを見れば見るほど決められなくなっています。うまそう。くだらない悩みで大変申し訳ないのですが、お二人の意見をお伺いできたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。なんか、うん、これスタッフさん情報によると、うん、だいぶ前のお便りと。いつですか。ズバリ、今日が4月の22日の放送なんですけど、はい、申し訳ございません、3月14日にいただいたお便りと。申し訳ございませんでした。近々ですから。近々もう行ったかもしれないやばい。ちょっとまあ片方行ってないかもしれないちょっと僕らもちょっと ね、 そうだね、どっち行ったか知らないんで。そうだね、ちょっとやってみよう。わかりました。いやー、牛鍋としゃぶしゃぶ、うん、こんなんどっち行ってもうまいに決まってんだろうな。うまいに決まってるけど明確に違いがあるから悩むんだよな。そうだね。うん、まずはメリットデメリットですから。ないのよ。ないメリットしかないの。すいません、今回デメリットはございません。ございません。メリットだけ言いましょうか。牛鍋がスープもいける。スープもいけるし、野菜も一緒に煮込んである。だから肉と野菜同時にいけたりとか、あとなんかいい意味でしなっとしてる柔らかい感じのが食べれる。しゃぶしゃぶは肉の甘みが、そうだね、それがスーッと通して食べる感じだから、うん、でもそれもそれでなんか何、うん、通した後、その出汁の中に通した後にいろいろつけるものがあるのよ、はい、ごまだとか。そうだね、だからバリエーションがたくさん楽しめる。うん、牛鍋だとなんだろう、つけても卵くらいかもしれないけど、しゃぶしゃぶだといろいろ味のバリエーションがあるから、スープも飲めるから、うん、
どうかっていうのもまた違うよね。確かにね、しゃぶしゃぶは飲まない。いやーどっちもいいよ。いいなこれ。両方行こうよ。いやこれ美味しいお肉って、ね、決めらんないよ。両方行くという結論は許されない。許されないらしいの。いやまあね、一応じゃあ俺が今食べたいものにするわ。あそれは大事。うん、じゃあ行きましょうか。行くか。アンダーを牛鍋、はい、オーバーをしゃぶしゃぶとして考えを発表していきたいと思います。はい、それではステアリング、 Here we go。 シャブ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 、鍋鍋鍋でギュ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 シャブ、せーの、アンダーステア。アンダーステア、つまり僕たちは牛鍋です。理由はせーの、今食べたいからです。いやそう、本当にそう、あの何言わなかったというか、あのステアリングヒアウィーゴーした後に思ったんだけど、牛鍋って多分終わった後うどん入れられるのよ。 あれめっちゃうまい。あれもいけるんだね、ご飯とか。そう、ご飯では雑煮に雑炊か リゾット的なやつね。そう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 。いやこんな優勝でしょ。優勝だわ。優勝だよ。そうです。しかもね、美味しいお肉を出すお店だから、それなりなく特別感もあるだろうから、ね、出すものもめちゃめちゃいいだろうし。いや、でもどっちだろうね、燻製卵さん。もう行ったのかな、それとも、これ読まれるまで1ヶ月以上待ってくださってんのかな。ねそれかね、あの、しびれを切らして、これが燻製卵さんからの最後の、読んでくれねえしな。いや、ほんと皆さん、あの、ありがたいことにですね、たくさんのお便りいただいてるので、あの、追いついてないっていうのも。そうとかね、コーナーとかね。いや、申し訳ないです、ほんとに。そんなね、自販機のやつで迷ってるなんてね、お便り本当来たらこんなことになっちゃうという。そうだよ、もうずっと待ってたんですけど、ずっと待ってたんですよって。そんなあれね、ハチ公みたいなことしなくてもいい。いやまたぜひね、僕らのあれを聞いて、まあ別に美味しいお肉なんてね、月1で行ったって週1で行ったって問題ありませんから、またぜひこれを聞いた直後に、肉はうめえぞ。ね、もう明日の日曜日はもう牛鍋で決まりですから、もう明日の日曜日は。いやもうこの放送聞きながらやってるから、そうそう。もう食材買ってるかもしれない。ねゴールデンウィークも近いし、行く機会なんていつでもありますから。事前に予言してるかもしれない。はい、ということで今日はめちゃめちゃ平和、牛鍋でした。いや最高ですよ。はい。はい、本日は以上になります。いやお腹空いてきちゃったな。いやわかる。はい、このコーナーでは皆さんから結論が出せずにいる悩み事を募集しております。今再生中の動画の概要欄からメールフォームに飛んで送ってくださいね。お待ちしています。FM ゴッドテンバハイドライバーズラジオ、ハイドライバーズインフォメーション。ここでハイドライバーズ情報です、はい、5月17日発売のハイドライバーズボーカルアルバムアタックについて、2つのジャケットイラストを公開させていただきました。はい、発売まで1ヶ月を切っております。はい、ということで改めてジャケット見ていきますけれどもね、全体14人のね、うん、この攻撃力マックスな攻撃力マックス、ジャケットと、はい、こちらのジャンガリアン優勝の、うん、ジャケットツリーと初回生産特典と。で、先週さ、うん、僕らが収録終わった後にその裏で話したけれども、はい、やっぱこのなんかね、お二人の描かれてるタッチというか絵の感じがやっぱ全然違うんだよね。このね、もともとそのパコさんの原案の方はなんかその言い方があれ合ってるか分かんないけど、その原画風というか、うん、そのね、ちょっとタッチが違って、で下の方はねアニメ風というか、うん、線画がね、そうそうそう、強いよね。うん、いやすごい。どっちにするか迷うな、そんでこれは。なんだろうね、14人全体のは迫力だよね。うん、で初回生産特典の方はなんか微笑ましくなるところがいろんなところに散りばめてあるっていう ね猫のトロフィーとかね、うん、こう隅々までね、どちらもまた面白い、構成になってるかな。はい、ね、改めてね、またチェックしていただければなと思います、うん、よろしくお願いします。お願いします。さて、収録楽曲はテーマソング MV でおなじみの High Drivers、 そしてチームソングの4曲、うん、まずは Night Break の Carry On と、そして七色モンスターの Rising to a Storm、 シンデスティニーの Shout It Out、 ジャングリアの Catch the Light、 yeah。これら、5曲のインストを加えた
全10曲となっております、はい、ぜひぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。以上ハイドライバーズ情報でした。お送りしてきましたハイドライバーズラジオエンディングのお時間です。はい、ハイドライバーズ、ハイドライハイドライバーズ、どうしたどうした、 Carry on、 あ、今更どうした、 Rising to a storm、 はいはい、 Shout it out、 Kiss the light、 言いたくなる、全部英語だもんね。思えばそうだよね。なんかさ、どっかのチームがさ、あの先陣切ってさ、めちゃめちゃあの日本語だけの和風テイストを切ってくれたらちょっと面白い。なんなら気づいたんですけど、作詞作曲編曲の方全員ローマ字です。あ、そうだ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 ね、ローマ字です。じゃあ表記がガッチガチにもうこってこてに仕上がってる、こってこてに、いやどれも楽しめる楽曲となっていると思いますので、うん、ぜひとも5月17日曲詰まったアルバムになってますよ、お願いします、うん、もう予約した方とかもいらっしゃるのかな、ね、うんうんうん、いや本当ぜひともね、初回生産特典のねジャケットスリーブとともに聴いていただきたいなと思っております、はい、お願いします。お願いします、この番組ではサポーターの皆さんからお便りを募集しております。靴音はガレージトーク、ハイになる瞬間はハイズ、悩み事はアンダーオーバーステアリング、QAP はハートビートステーション、ためなる情報はオイルサプライズ、僕らへの質問はワンクエまでお寄せください。はい、今お聞きのハイドラジオ概要欄からメールフォームにジャンプして送ってくださいね。お待ちしています。それでは FM ゴッドテンバーハイドライバーズラジオ、ここまでのお相手は上白赤月役伊勢優里と釈迦堂雷雨役柴田愛門でした。バイバーイ。ハイドライバーズ、ええ、え